日々の光大鳥は、日本の諸家。君党は朝日少女賞。水保会会長、公益社団法人日展顧問、日本芸術院会員、文化功労者。本名は、日々の名を。宝珠造株式会社での勤務を経て、同志社大学文学部講師、社団法人日展上無理事などを歴任した。諸家、日々の五法の子として、京都市に生まれる。 幼い頃より初に親しむ。同志社大学経済学部卒業、1953年だから酒造に、勤務、1965年まで務める。同志社大学文学部講師、京都新聞化木染書道展審査委員長、京都市展審査員などを歴任。1987年日本美術展覧会会員賞。1992年京都府文化商工労賞。 1999年日本芸術院賞受賞、読売書法会常任総務。2002年花園大学文学部客員教授。2004年旭日賞受賞受賞。日展理事を経て2006年常務理事。京都書作家協会会長、のっち顧問、水保会会長、全日本書道連盟顧問。2008年父に続き親子2代で。 日本芸術委員会委員に選ばれる。2011年文化功労者。2021年、朝日中受賞受賞。昭和の三府での一人日々の五宝を父に持ち、息子の日々の稔も、初夏、花園大学教授である。ありがとうございます。